けんちゃんです。けんちゃんです。僕たちの遊び場ということで、はい、今回もね、前回に引き続き質問コーナーをやっていきたいと思います。これなんかいい？何ですか？かかたけすしけんさん、いろいろミステリアスなゆうたろうくんの家族ってどんな感じなんですか？あ、めっちゃプライベートやん。ええー、やん。気になるわ。気になる。まあ、僕は6人家族なんですよ。はい、お父さんがいて、お父さんとお母さんとお姉ちゃん、お姉ちゃん言うたら今、ね、あ、めんどくさいめんどくさい、うん、で、兄弟が4人で、うん、結構パパも出張が多くて、広島にいた頃から、うん、女の中で育ったので、家で売り家とかちっちゃい頃は、うん、の方が多かったので、みんなが想像してるまんまな気がします。確かに。うん、しかもここのね、家族もみんなそのニックネームがあって、芸名が、ツナマヨ、トーユ、バターみたいな。なんで全部言うの？トーユちゃんが一番ね、ゆうたろうと仲がいい。まあ、仲いいとか。まあ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 。チョップテーマやってるじゃん。はい。うん、あれのきっかけとかも多分、トーユちゃんが割と。あ、そうなんや。お父さんももうめちゃくちゃいい人なんですよ。会ったことないだろ。お父さんはとにかくね、ちょっと想像とかけ離れてた。何？会ったことないやん。あ、何を知ってるんですよ。どこで？ちょっと待って。え、なに？会ったことあるんですよ。なになになに、気持ち悪い。あれ？ほら。なに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 、えー、怖い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 。いい写真だな。ねえ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 、その A スタジオみたいなのやめて。これはあなたのお父さんですよね。はい。A スタジオって言ってもらって。待って待って、誰それ。なんかゆうたろうのお父さんと実際に会って、はいはいはい、お話を伺って。ねえ、こんな感じでね。ねえ、気持ち悪い。何これ。あー、なんかでも見てへんな。意外でしょ。俺勝手にゆうたろうのお父さんってなんとなくこう個性すごい強いのかなと思って、うん、ロン毛のサーファーで柔らかいで、めっちゃ柔らかいでしょ。柔らかい。高野豆腐みたいにしたな。確かに、うん、合ってる合ってるかもしれない。ちなみにね、あの、はい、この質問、はい、博多けす試験さんって誰かわかる？博多けす試験？何ですか？ひらがな。え、どういうことどういうことどういうこと。ひらがないで。高橋圭介じゃん。ねえ、このしょうもないね。うざいうざいうざい。なになになに、もう本当にずっとお父さんと話して、ゆうたろうはなんと、なんとこう見えと、うん、中学生の時、卓球部だったんです。ね。どうでもいい。いやいや、卓球やってた。でも2週間ほどで辞めちゃったんで、本人の中で消しちゃってるんですけれども。なんか先輩にチヤホヤされすぎてうざいだと思って辞めました。やかましいわね、そのストーリー。なんで、待って待って、なんで。あとね、ゆうたろうの初めての舞台を見に行った時、あ、来てくれ、ちゃんと言えんのかなっつって、もう家族並んでずっと手に汗握ってたの。それは聞きました。だけど、はい、映画はやっぱ嬉しいって言ってたよ。映画ゆうたろうが出てる映画。あ、初めての大きなスクリーンに、ーで、ゆうたろうって名前も出てね、出て嬉しいし、ゆうたろうが中学校の時そんなにね、学校行かない時期もあったけど、その時もお父さんは一歩引いてさ、うん、見てくれてたよね。そうそうですね。こんないいお父さんなんですけど、一つだけゆうたろうに直してほしいところがある。うん、家族ラインで、うん、ナチュラルに嘘をついてそのリアクションを楽しむのやめてください。いや、もうこいつほんまにめちゃくちゃリアルじゃん。ほんまに性格をもうクソ曲がっとんぜ。なんかラインで、はい、ちょっと仕事しんどかった、うん、ポンってやって、うん、みんな大丈夫、どうしたの、大丈夫、心配するわな。でさ、何それ、なんか構ってほしいんですよ。体力使うわ、お前と構う。これだけで終わらないんですよ、うん、ちょっと、え、ちょっと待ってください。何？あ、そんなとこに手紙が。ねえ、何？お父さんにお願いをしました、ね、お手紙を書いていただいたので、ね、あ、え、めっちゃ素敵やん。僕がやりたかったことじゃないよ、これ。俺がやりたかったこと。ゆうたろう、21歳の誕生日おめでとう。早くね。もう黙って聞いて。受け入れろ。あ、そういうこと。あんなに小さかったのにこんなに成長したんだね。3、4歳の頃まだ遊び足りなくてよく泣いてたよね、笑い。抱っこしてマンションの屋上に行って路面電車を見つけると、電車ーと言って泣き止んだのを懐かしく思い出す。中学では苦しかった時もあったけど、パパは何も心配していませんでした。中学卒業してバイトを始めると言った時は、正直極度の人見知りで1週間続くかなと思ったけど、8ヶ月間頑張って続けた時は感動しました。いいよ、変わりたいという強い気持ちが伝わってきました。16歳で大阪に行きたいと言った時は心配より嬉しかったです。17歳でデビューし、テレビ、舞台、映画に出るゆうたろうを見た時は信じられない
思いでしたが、今ではこういう運命なんだなぁと、苦しかった経験をバネにして多くのファンを勇気づけ元気づけているゆうたろうはすごいと思う、うん、これからも体に気をつけて先輩の皆さんに感謝をして、うん、ゆうたろうらしくお仕事を楽しんでください。一生応援します、パパより。今一番強い味方やな。だっけだっけよ。だかんわ耐えたな。めっちゃいいパパや。見守ってくれるパパやな。終わり。いいや、そっちにも多分なんか。ねえ、なにもう。何これ。ねえ、誰？ママだ。ママからもお手紙いただきました。ママからいただきました。何？ゆうたろう。21歳誕生日おめでとう。早いわ。受け入れて。我が家では待望の男の子で本当に喜びました。ハスキーな声は誰に似たかと思ったけど、やんちゃで外遊びが好きで、雨の日は遊び足りなくて夜泣きをした時はアンパンマンの録画を見せてましたね。可愛いね。怪我も本当多いし、高熱も出したし、クリスマスにインフルエンザにかかったり、中学校の頃心配したり悩んだ経験は今では懐かしく思い出されます。ファッションショーのモデルに出ると言った時はなんか変化があるはずと思ってたけど、16歳で大阪へ行くと、家から出た時はこんな形になるとは思っていなかった。そうですよね、うん、成人して本当たくましく活躍してる姿を見るたび、成長したゆうたろうママは嬉しい、誇りに思う。周りから愛されて自分があることを忘れずに感謝の心でね、自然体の今のままのゆうたろうでいいと思います。家族みんな応援してます。これからもファイト、ママより。いいやん、なんか呼んでる方が熱くなってくるよ。いや素敵な、パパとママから。やっぱ遊び足りなかったよな、ずっと。それがもう足りなくて今人のリアクションに楽しむという、ちょっとそっちの方面に行かれてますけども。ありがとう。パパはずっと言ってた、もうサンディブには本当に感謝をしてる。ありがとうございます。ああ、はい、そうね。一応ね、今回は読まないけど。ね、何読まないけど、ね、お姉さん2人と妹さん、そして、うん、サンディブの店員イクミさん、しおりさん、おゆわさんから お手紙を読んでください。何一番僕が嫌いなやつじゃん。なんでだよ。あと、あれやね、何もまだあんのかよ。わざわざ俺、買ってきたんやん。何よ。今年はちょっとまた変わった大人なゆうたろうになっていただきたいなというところで、ちょっとこれちょっと開けてください。開けて。おっ、ほら、なになに。何文字つけたよ。アゴ何これ。奇襲赤い梅酒。おー、メーガー見て。わあ、すごーい。ゆうたろう。え、これこういう。いや、もう作ってきたよ。力作れるんですか。うん、岡山で見た。岡山で。すごい、梅酒が大好きなんですよ。だから飲んでくださいな、ほんと。飲んでありがとうございます、ね、ということで。じゃあ以上。いや、最後、あのお父さん、まあ、家族にちゃんとこれ。それは個人ラインで言いますよ。じゃあテレビ用と。なんだよ。僕も10代の時は、まあ、中学生でいろいろあって、親を悩ませた時期とか、まあ、喧嘩とかもいろいろあってすごい心配をかけてたんですけど、今はこうやって、まあ、不安定な世界ですけど楽しくできてるので、まあ、少しずつ恩返しもできてるんじゃないかなって思ってて、でも僕の中でまだ親孝行はできてないんで、令和はしたいなと思っているので待っててください。おー、太郎おめでとうございます。やだよ、もうなんだよ。頑張ったな、今のメッセージ。なんだよこれ。頑張った、頑張った。でもパパは芸能界で細く長くでいいって言ってた。一気に売れなくていいから。とりあえず長くな。チャンネル登録&シェアよろしくお願いします。朝起きるのが苦手な甘いメープルさん、早起きは3時の知恵。違いますね。早起きは三文の徳で、早起きは三文の徳。三文によれば文字の知恵が頑張ってください。